経営をするにあたって、まあでも組織っていう視点ちょっと伺ってもいいですか。経営をするにあたってスキルというよりは、うん、まあ、リーダーシップみたいな話にしましょうか。リーダーシップ、そうですね。皆さんがもし経営することになったら、経営するタイミングがあったらね、はい、これをぜひ思い出してほしいんですけど、人を引っ張るのはですね、お金とかじゃなく僕はビジョンだと思ってます。はい、僕は当時メディアハスって会社の社長をやって130億円3年間で行けました。本当にあっという間に行ったんですよ。それなんで行けたかというと、当然当時行ったスタッフのおかげだと思ってます。じゃあスタッフがなんで頑張ってくれたかというと、もうビジョンだったんですよね。大体ね、あんまりうまくいってない会社ってすぐお金で引っ張る傾向があって、例えばじゃあインセンティブでこれだけ出すから働いてくださいとか営業頑張ってくださいとか、そういう設計の会社多くあるんですけど、大体こけちゃうんですよ。いや、結局お金だけのつながりになっちゃうんですよね。じゃあ何が大事かっていうと、将来的にじゃあこの会社がこういうふうに業績を達成して、こういう未来を描いた時に皆さんに対して何を還元するかっていうのを明確にする。うん、例えば僕だったら、じゃあ年商100億円いったら、じゃあみんなで海外旅行行ってハワイで全部貸し切ってすごいパーティーをして、うん、自分たちの会社が素晴らしいってことをもう、ね、社会に証明しようとか、まあ、そういう、まあ、実際それで海外旅行行ったりとかしてたんですけど、要所要所で、ビジョンをやっぱ描いて、うん、それをみんなに共有していくと。そうすると一丸となって同じ、まあ、ベクトルを向くみたいな言い方をするんですけど、みんなが一丸となって同じ方向を向いて頑張ってくれるんですよ。でみんなが同じ方向を向いて頑張ってくれた時の力が一番破壊力があってインパクトがあるんで、それで会社は伸びます。作りたい未来というか、作りたい未来で、大体あともう一個ちょっと注意したいのが、じゃあ年商100億円いくんだって言うじゃないですか。はい、社長は言うんですよ、年商100億円いくんだって。でもぶっちゃけ社員にとって関係ないんですよね。うん、この会社が100億いっても私何も関係ねえじゃんみたいな、何も意味ねえじゃんみたいな話になって、何言ってんだろうなって終わっちゃうんですよ。じゃあ年商100億円になったら、じゃあこういうことをしようとか、ああいうことをしようとか、例えば有給増やすとか何でもいいんですけど、うん、社員にとって具体的にどういうメリットがあるか、それを明確にする。でそのためにじゃあみんなで一丸となって会社を良くするために頑張ろうぜって引っ張っていくのが僕は大事だと思ってます。うん、これはビジョン経営っていうか、ビジョナリー経営っていうか、ビジョナリー経営、ビジョンですね。はい、はい、ありがとうございます。